ついに登場した待望のファイナルファンタジー3。このゲームの見どころと雰囲気を徹底的に紹介するぞ。まずはシリーズを通しての売りの一つである戦闘シーンを紹介しよう。今度の FF3 ではヒットポイントの増減が戦闘画面上に表示されるんだ。もちろん主人公がダメージを受けた時も表示されるぞ。これで戦闘中にウィンドウの表示をいちいち読まなくても済むようになった。今回もいろんな乗り物が登場するぞ。これは2に引き続き登場のシドの飛空艇。今まで通り移動スピードが速いんだ。なんと驚き、水中に潜って潜水艦にもなっちゃうノーチラスなんてのもある。お魚と一緒にスーイスイ。みんなよく知っているね。そう、再登場のチョコボだ。お尻ぴょこぴょこかわいい。この他にもいろんな乗り物が次々と登場するぞ。さて FF3 の最大の特徴と言ってもいいジョブシステムについて触れてみよう。ジョブっていうのは戦士や魔導士なんかのいろんなキャラクターの特性を意味するんだけど、他の RPG の職業とはちょっと違うところがミソなんだ。どこが違うのかというと、キャパシティという値が必要なだけあれば自由に他のジョブにチェンジすることができるってわけだ。でも装備を身につけているままじゃチェンジできないぞ。戦闘シーンでのコマンドの中にはそのジョブにならなきゃ使えないスペシャルコマンドというのがある。例えばシーフの盗むっていうコマンドは戦闘中の敵から隠しアイテムを奪い取っちゃうもの。頭がいい学者には敵のヒットポイントをチェックする調べるや敵の弱点がわかる見破るなんていうコマンドがある。おっと危ない。ここはシーフのトンズラで逃げちゃおう。さらにこれが最大の見どころ、現実地の使う召喚魔法。これはモンスターを呼び出して敵と戦わせる魔法なんだ。驚きの戦闘シーンが楽しめるぞ。さて主人公と一緒に旅をするサブキャラクターというものも登場する。 FF2 のように戦闘には参加しないけど主人公たちに大事なヒントをくれたりするんだ。今紹介しているのが最初に出会うサラ姫だ。彼女の他にもたくさんのサブキャラクターが登場するぞ。最後に物語の最初の方に出てくる町やお城を紹介しよう。まずこれは主人公たちが育ったウルの町。なんとなく心が落ち着く BGM だね。いろんな楽しいイベントもあるんだ。例えばいいよ大統領、もっと見せちゃおう。はいはい、お上手お上手。これはカズスの町。
ららららこの町はお化けだらけ。ひえ、一体どうしたの？雄大なお城の登場だ。これはサスーン城。ここにもやっぱりお化けが出そう。でも呪われたりはしないようだね。サスン城の中には2つの塔があるんだ。ここは左の塔。敵が出てくるから気をつけて進もう。最後は怖い怖いダンジョンの一つ、祭壇の洞窟。どんな敵が出てくるかわからないし、やっぱり不気味だね。よりグラフィックが綺麗になり、さらに面白くなった FF3。 さあ、主人公たちにはこの先どんな冒険が待ち受けているのか。スクウェアより4月27日発売予定。